ミス・アースは2001年にフィリピンで第一回大会が行われて以来毎年開催されている世界を代表するミス・コンテスト。大会を主催するのはキャロセル・プロダクション。地球環境問題を訴える美女たちのコンテストは毎年11月に行われる。最近はミス・ワールド、ミス・ユニバース、ミス・インターナショナルと並ぶ世界4大ミスコンテストの一つにも挙げられる。 テレビ中継は ABSCBN と FOXLIFE で放送される。また、キャロセルプロダクションは国内大会のミスフィリピンアースも運営している。最近になって3カ国も90カ国以上となり、ミスユニバースの3カ国を超え世界を代表するミスコンに成長した。また、大会の順位には優勝のミスアースの他に、第2位のミスエア、第3位のミスウォーター、 第4位のミスファイヤーがある。これらも大会名のミスアースに由来した地球環境保全と地球が持つ空気と水と火のエネルギーの大切さを訴えたものとなっている。2021年にはミスアースベトナムが初開催される。開催地の国は特起のないものはフィリピンでの開催。2019年現在2011年と2012年の ミスアースジャパン大会の会場となったラフォーレミュージアム原宿2013年からミスアースジャパン大会の会場に使用されているイーノホール2016年のミスアースジャパンでミスウォータージャパンを受賞した宮越あえ。ありがとうございます。